はい、皆さんこんにちは。昨晩ですかね、ソフトウェアアップデート iOS13.5 が出まして、で、まあ、マスク着用時に、まあ、ちょっとねパスコード入力までに素早くなったというねことでですね、まあ、このあたりね、どんな感じなんでしょうか。今日はねこれ違いをチェックしていきたいと思っています。はい、ということでこちらソフトウェアアップデート iOS13.5 ですけども、で、まあこれねダウンロードしてインストールを押すとねパスコード入力を求められます。で、まあその先ダウンロードに関しては回線速度などにもよりますから、まあこれはね人それぞれだと思います。で、その後ダウンロード後ですけどね、今すぐインストールというのがね出るまで、まあ大体7分ぐらいかかったんですかね。で、もうこれねインストールに入ると、で、これがね、意外とね、時間かかりまして、で、まあ、再起動を2回ぐらいね、繰り返しながら、まあ、インストールしていくわけですけども、結局ね、終わったのが、だいたい20分ぐらいかかりましたかね。まあ、そんな感じで終わるようですね。で、マスクのはね、どうなんでしょうか。で、まずはね、これ、ビフォーアフター見ていきますが、これ、マスクなしです。で、まあ、この場合はね、基本的には速度そんなに変わんないのかなというところです。で、あとはこれね、マスクしていますけども、で、やってみますと、はい。で、ここはね、一緒なんですね。一回失敗はするんで、で、その後スワイプしたときに、ちょっとね、早いという感じでですね、もう一回ね、見てみますけども、で、こっから先が変わってくるんで、ちょっとね、スローにしました。で、これがね、大体だから 1.3 秒ぐらいしか変わんないのかなってところで、で、これ一回ね、パスコード入れないで、もう一回立て続けにやってみた場合は、まあこれ測るとね、せいぜい 0.3 秒ぐらいの差ってことでね、まあ普通にやって 1.3 秒ぐらい、立て続けだとパスコード表示までだと 0.3 秒ぐらいしかね、変わんないというところで、まあちょっとね、微妙は微妙ですけど、まあその 1.3 秒待たされるっていうのは意外にストレスになってましたからね、まあちょっとは緩和したのかなってとこですかね。で、例のね、半分登録マスクっていうね、方法もあったと思うんですけど、裏技で。で、まあこれ試しにやったらね、ちょっとダメっぽいんですよね。で、念のため登録の方をですね、もう一回やり直して様子を見ようと思います。まずね、Face ID をリセットして、で、一つ目の用紙というのをね、登録しますけども。で、まあここではね、まず一つ目の用紙を左手に持ってですね、左の4分の1顔を隠した状態で、まあこういう感じでやったわけですけども、で、まあ登録自体はね、まあこの前の裏技の時と同じで、まあそんなにね、ダメでもないんですね。まあたまにこう認識が妨げられていますなんていうのはね、出ますけども、まあこれ無視してやってると、登録自体は、まあなんとかね、ちょっと時間はかかりますけども、可能だったわけですね。で、ここで今終わりましたよね。で、まあこれでね、このマスクをした状態で、まあこれはフルフェイスでした状態で、フェイス ID 解除しようとするとね、これダメなんですよね。やっぱりダメですか。っていうことで、じゃあもう一つの用紙を、じゃあ右半分ね、隠す感じでやってみましょうかね。で、まあこれ容量としてはね、一緒です。今度は、マスク折りたたんだものを右手に持ち替えた感じでですね、まあこういう感じでやってみたというね、ところなんですけど、で、これで登録。まあこれもね、一緒ですね。まあちょっとマスクのある側は認識が当然ね、弱くなって時間がかかりますけども、まあなんとかね、1回目を終えて、で、もう1回目も、まあ、こんな感じでね、やったわけですけども、2回目はね、比較的すんなりいったのかな、っつうね、とこですね。で、ここで終わりましたね。で、まあ、これで、まあ、左、右、両方をですね、隠す、隠さないで登録をしたので、で、これでね、やってみたんですけど、やっぱりね、ダメなんですね。やっぱダメか、これは。で、その後ね、普通の顔を第一用紙、第二用紙半分マスクとかってね、試したんですけど、やっぱりね、マスク着用時に解除ができなくて、で、まあ、その後ね、さらに何度かね、登録をいろいろやったんですけど、まあ、たまに解除できる時もあるんですけど、まあ、なんかね、以前ね、ご紹介した時よりも解除できない確率の方が上がったっていう感じで、
どうもね、セキュリティレベル上げてきたんでしょうかね。まあ、こんな感じで、解除できないのが2回続いて、で、その後またね、手に持ってやるとできたりとかね。まあ、そんな感じですね。で、アプリとウェブのパスワードですけども、まあ、自動入力、Face ID の設定でオンにしておくと使えます。例えば、スイカアプリの場合ですね。これはね、スイカ自体は生体認証に紐付けしていない状態ですけども、このキーチェーンでパスワードの方にねアクセスができますが、 Face ID2 回失敗してパスコード入力にね入っていくという、まあ、ちょっとね遠回りな感じだったんですね。で、このアプリの方で Face ID をオンにした場合でもですね、まあ、こういう感じで Face ID をやり直すと2回目でパスワードに入っていくというねところでね、まあ、これがまあキーチェーンアクセスというところで、まあ、基本的にはね、ちょっとね、使いづらいっていうね、ところがありました。で、お次 13.5 です。これ顔認証をね、失敗すると、パスワード入力ってところに入るんですが、まあ、その先はまたキーチェーンにね、誘導されます。これはね、一緒なんですけども、で、このキーチェーンのパスワードのところね、タップしてどうなっていくかというと、で、まあ、ここでもね、Face ID 起動しちゃうんですけど、すぐにね、パスコード入力になるんで、まあ、ここがね、1工程少ないというね、ところでしょうかね。まあ、これだけなんですね。で、パスコード入れて、のキーチェーンアクセスにね、入っていくと、まあ、ここでね、1回また Face ID やるんですけど、キャンセルを押すと、まあ、そこから先はですね、このキーチェーンの中から、ね、自分のね、アカウントを選べるということでね、まあ、これ選んでタップするともうね入力されて、このアプリ自体は使えるようになるんですが、まあ1工程違う程度ですね。だからまあ正直あんまり変わんないかなっていうのがね私の印象でしょうか。なんかね根本的になんかちょっと違う気がしますよね。で、あとはねウェブのパスワードの方ですね。例えばこの JAL マイレージバンクに入りたいのにですね、まあ、これキーチェーンにねアクセスしようとすると、まあ1回失敗するんですけど、でパスコードを入力っていうのがいきなり出るということで、まあさっきのねアプリと同じで、まあ1工程ねちょっとねFace ID やり直しっていうのがなくなるんですね。で、これね今アカウントとパスワードが入力されていますね、自動で。ただまあウェブもねこれFace ID が1回省かれますけども、まあ、パスコードだけでキーチェーンにアクセスできちゃうっていうところはなんとなくねセキュリティ低い気がしますよね。だからまあウェブの自動入力はまあオンにするかしないかねちょっと考えた方がいい気はしますかね。で、じゃあ iPad Pro の方はですねどうでしょうか。同じく Face ID ですけども、これ 13.4.1 マスクなしですけども、まあ、基本的にはねタップして下からスワイプで終わるわけですね。で、あとはマスクをした場合ですけども、で、この場合はですね、タップして解除されなくて下からスワイプをしてもう1回失敗してパスコード入力っていうね結構時間がかかっていたわけですね。で、こちらも iPadOS 13.5 ってね出ていますから、まあ、インストールねするわけですけども、で、まあ、これねかかる時間はまあ大体ね同じぐらい20分ぐらいね私の場合はかかっていましたかね。で、これ 13.5 でマスクありの場合、タップして解除されなくて下からスワイプするとすぐねパスコードが出るんで、まあこれについてはね待たされる時間がちょっとね減ったのかなっていうねイメージでしょうかね。うん、これもう一回お見せするとこんな感じでございますね。で、あとはねグループフェイスタイムがちょっとねオプションがついたってことで、これグループフェイスタイムってこのやってるとねわかるんですが、喋ってる人の声がね出ているのが大きくなるんですね、画面がね顔のこのね写真っていうか動画が。で、まあこれがね大きくなるんですけど、まあやっぱね仕事なんかではねこれだとちょっと煩わしいと思う方もいらっしゃるのかもしれません。で、まあそれにおそらく対応したんでしょうけども、今回ね、この左側が 13.4.1、これ 13.5 ですけどね、自動的に目立たせるっていうのがね、オンオフのオプションがついたというね、ところでですね、まあ、ちょっとね、選択肢が増えたというね、ところですよね。なので、今回の 13.5 ですけども、まあなんかね、マスク対応とは言っていましたが、まあ実際のところはですね、まあ根本的には顔認証しかついてないわけですから、まあ、基本的にそんなにね、なんか、早くなったかっていうと、まあ、測った感じは、1.3 秒ぐらいですか、普通に。
で、まあ、短くはなってね、パスコード入力にパッとね進むんですけど、その代わりに、まあ、マスクからパスコードいっちゃいますからね、裏技や学習含めてね、マスクをつけた状態での解除の確率は下がった気がします。やっぱりマスクしてるとタッチ ID のが解除早いですよね。はい、ということで、まあ、私はね、個人的にはこの iPhone X 以降のホームボタンなしでね、画面サイズの多いやつって、まあ、操作性もね結構好きなんですけども、で、まあ、こっちのねホームボタンデザインについては、まあ、やっぱりね画面サイズがちょっとね小さくなるってことでね、まあ、今後はちょっとね、まあ、そのあたりは課題になってくるものだと思っています。で、生体認証についてはね、この Face ID もねいい面たくさんあるんですけども、やっぱりね、今のマスク時代においてはですね、どうしてもね、指紋認証の方が、まあ、使いやすいというのはね、まあ、これは否定できない事実だと思います。で、なんでね、まあ、次期 iPhone については、この、まあ、今ね、ソフトウェアで何とかしようとされてますけども、やっぱ限界あると思うんで、まあ、この指紋認証をですね、まあ、どっかね、画面内でもいいし、サイドでも背面でもいいんでつけてもらって、まあ、Face ID とね、組み合わせたり、片側で使うようなね、選択肢を作ってほしいなと思います。まあ、やっぱりね、セキュリティレベルを維持するってのも大変だっていうのはね、わかるんですけども、まあ、ある程度ね、その、ユーザーが選べるようなセキュリティレベルなんていうのもね、ちょっと検討してほしいなと思うところですね。次期 iPhone に期待していきたい部分ではあります。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。